だから全然いつも通りで反省会だからとか言って、あの全然あこれこれこれつってる髪切るうっせえ回ってますよ皆さん回ってますよはい、回ってますよ回ってますはい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様ですということで、はい、はい、お疲れ様ですということでですね、まあ今日も良かったんじゃないですか。はい、どうでしたか MC さん。はい、まあ、今日はどうだった結構早かった確かに時間があっという間に過ぎていった感じですか、うん、久しぶりの悩み相談だったり感じ相談だったりとかで、まあ、あれ順調にいったと思います。まあそうですね、まあ確かにそんなに言うことはないですそんなに言うことない。まあでもまあでもまあ久しぶりのフリートークだったから、まあ、すごいこの会話のつなぎがすごい良かったなと思いました。今までは誰々ちゃん、はい誰々ちゃん、誰々ちゃんみたいな感じだったけど、今日はすごいこうスムーズにいった感じがしましたね。割とガチで悩み述べたのを解決してくれて助かった。よかった、ありがとうございます。トーク弾んだねとかありますね。ありがとうございます。そうですね、一斉に話すこともなくよかったね。おお、そうですね、まあ今までこのフリートークとか言うとこう誰だか喋って他喋って聞こえないみたいなことがねあったと思うんですけど、まあ今日はというのテーマをちゃんとみんながこう立ててあげるような感じで、こう焚き火みたいな感じでこうどんどん火が燃え上がるキャンプファイヤー、そんな感じですね。あったかいね。そう、すごくあったかい配信だと思いました。はい、はい、じゃあ皆さんはどうでしたか。皆さんやっぱね、キャンプファイヤーのような熱いグループになれたらなっていうのが結構今回目標ではあったので、やっぱでもその目標に少し近づけたのかなっていうのがありますね。それすごくいいことですね。それママも控えてるし。そうなんですよ。ね、いいですね。来てくれるんですか。僕ですか。はい、僕あ行きます行きます行きます。行きますよかった。ありがとうございます。行かないわけないじゃないですか。行かないわけないじゃないですか。本当にねえ、りじゅうさんも写真がこうたくさんあってすごい見やすかったですね。ありがとうございます。そう、ああいうのはすごいいいですね。こう見てる側も楽しめる。まああと、まあ、何か一つあれ言うことがあったとしたのならば、いやないですよならば全然良かったです。全然本当に良かったです。総合的に見たら、はい、アベレージは本当に高い今日レベルとしてね、すごい高い。でもまあ何か一つ言うのであれば、何ですか。あのやっぱお悩み相談の時に、はい、まあ何だろうな、こうやっぱユーザーさんもたくさん協力してくださるじゃない。で、まあ、みんなさやっぱお悩み探すのに必死になっちゃって、こうユーザーさんの解決策をちょっとあまり読めなかったのかなってい う, そうメンバーからの言葉に対してのユーザーさんのコメント読めてたけど、ユーザーさん同士のこうちょっとコメントが、まあ、どうすんのユーザーさんのお悩みに対して他のユーザーさんが回答してる場合とかがちょっと読めてなかったなって。すごい、僕が見ててもいいコメントいっぱいあったんでなんでそこも読めたらもうちょっと交流が深かったのかなと思います。すいません。まあでもね、まあもう皆さんはもうここまで来てるということなんでね、最初のショールームと全然違いますよ本当に。昔のショールームのフリートーク覚えてる、みんな覚えてない。どんな感じでしたっけ。本当にもうね、正直もう見てられなかった。そうね、結構全然やっぱりもうこっちもヒヤヒヤしちゃってた。でも今日は本当にもう僕もこっちから見てても画面越しで見てるような自然さ、僕もなんかコメントしたくなっちゃうぐらいすごい良かったですね。まああとはですね、やっぱそのソラさんがあのずっとそのコメントを読んでいるのがすごく好印象ですね。好印象そう、あのやっぱファンからしたら、あもしかしたら自分のコメントを見てるんじゃないかみたいなのがあるの で、ね、そこはすごいあのグループの良さというか、それがやっぱ染み出てる、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 なんかメンチコントみたいな、染み出てる、染み出てる、やめてもらっていいですか。
すごくいいです、良かったですね。だ今日は本当になんか安定して、いやそんな褒めてくれるのなんか怖いな、逆に。いやだってなんて何言えばいいんですか、逆に。逆にありますか、こっちサッカーのマネージャーさんで聞いたりとか。あ、今ですか、でも時間は顔やってもいい、顔やってもいいじゃないですか。逆にじゃあ、まあ、これを機に、うん、なんか他にやりたい企画とかこういうのやりたいよみたいなったら全然僕に。パーティーパーティー、もうすぐ100回目だから、100回目は回目もう、ね、結構盛大にパーティーした、まあ、芸能人とかこっちも考えてます。本当です本当ですか、楽しみにしていてください。はい、じゃあマイジャさん何かありますか。いやでもすごい楽しかった本当に今日は。なんかそのフリートークに関しても、うん、ちゃんとみんなオチがなかオチを作ってきてた子もいれば、なんかそれに告知だったりとか写真だったりとかで工夫してきてたなって思ったし、そのさっき言ってたようにつなぎもすごい良かったし、お悩み相談もなんかそのちゃんとそれぞれのポジションがあって、ツッコミとかボケとか多分意識してないけどちゃんと読んでくれたりとかいろいろあった上で、そのいつもだったら水葉さんが MC でちゃんと回すっていう感じなんだけど、今回は水葉さんがやべやべ制御しなきゃみたいな、ちょっとこうやってる感じも見ててすごい面白かったんで、うん、でそれをちゃんとまとめてくれた水葉さんもすごいなって思うし、すごい良かったと思います。そうなんですよ、本当に今日本当に安定してた。もうなんかすごい、なんて言うんだろう、もうポテチ食べながら見るぐらい。そうなんです、だからすごい今日はね安心しました。まあ、いつもですよ、いつも本当皆さんだってもう4年なんですから、うん、ショールームこうスタジオでできる人に限られてるんですから、本当に。そうです、50回目でよく聞くね。そうなので、まあもう100回に向けてね、あと2回ですので。え、次回は何しますか。99回、次回ね、何しましょうかね、何しましょうかね何しましょうかね、ちょっと考えてみます。それもあったら連絡をマネージャーさん通してぜひ言ってください。はい、はい、まあ、じゃあね、コメントもすごい、ほら悩みがなくなった、困りますね、うん、さっぱりしました。さっぱり、今切ったのかな、さっぱりしましたすっきりだね、さっぱりしましたっていうのが、ね、あったんだね、よかったです、光栄だよね、お風呂がいたのかな、はい。じゃあね、まあ時間もそろそろということなんでね。じゃあまあ皆さん、まあ100回に向けて、まあ、ワンマンに向けて、これワンマン最後の配信になるんで、ね。ワンマン最後の。まだなんか変な意味や。ワンマンまでよ。までの。ワンマン前最後の。ショールームになるんで、皆さんちょっとワンマンライブ楽しみにしてる方にね、ちょっとメッセージください。はい、ワンマンを楽しみにしてくださって皆さん、こんにちは、桜井ビーズです。ワンマンライブがね、もう土曜日に迫ったということで、水葉もね一緒に参加するので、はい、6人の体制パフォーマンスをじっくりと目に焼き付けていただけたらなと思います、はいはい、全曲ねやりますの で、 そうです、ね、やりますので、ぜひ、うん、寝ないでください、はい、寝ないでくださいじゃあね、じゃあ最後 MC さん、はい、まあ、今日も見てくださってありがとうございました。まあもう100回に近いので、99回と100回も見て、来年もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。お腹すいた。ありがとうございました。バイバイ。ユミランドで会おうね。バイバイそれではバイバイ、16日に。